北極圏の扉国立公園はアラスカ州にある米国の大きな国立公園の一つである。公園は北極線のちょうど北、完全に北極圏の中にある。主としてブルックス山脈の一部からなり、面積は39,460キロ平方メートルで、スイスとほぼ同じ大きさである。最初は1 9 7八年十二月一日国定公園として、 保護され、2年後の1980年国立公園となった。公園のかなりの部分は自然保護地域として保護されている。すなわち、2 9 3 2 2平メートルの自然保護地域は、隣接するのはタック自然保護地域と一体となって、米国最大の連続した自然保護地域を形作っている。年間の訪問者数は9,982人。 最寄りの都市はアラスカ州フェアバンクスである。北極圏の扉国立公園公園の名は1929年に遡る。自然保護活動家、ボブ・マーシャルは固有区区川の北支流を探検し、川の両側に一つずつそびえる二つの山が公園の東京海線から5マイル内にまで来ている。国立公園局は修道沿いにあるすぐ近くのコールドフットに、 小さなビジターセンターを維持している。地形にはアレートで尖ったブルックス山脈と自然のツンドラのなだらかに起伏する谷が含まれる。動物ショーにはヘラジカ、ハイログマ、ドールシープクロクマ、オオカミ、トナカエが含まれる。公園にはアリネッチピークスとイジェクパークス山のような山がある。また次の6本の天然継承河川がある。ありがとうございます。